今回は使用しなくなった水槽で水の神殿のようなものを作りたいと思っています。実際のところどんなものができるのか私にも想像できていません。まずはいつものように土台の大きさを決めてカットします。今回はイメージもできていませんが、とにかく組み上げていきます。イメージができていないため、戸惑いながら手探りで組み上げています。ここまで来ると、なんとなくイメージが湧いてきますね。湧いてきたイメージに重ねるようにどんどん組み上げていきます。なんとなくそれらしいものになってきました。こんな感じに組み上がりました。どうですか？神殿っぽく見えますか？次は雰囲気を出すためにライターで炙って岩肌のような壁に仕立てます。火がついてしまわぬように注意して炙ってくださいね。次はハンダゴテでホースの穴や配線用の穴を開けておきます。ここまでできたら、次はいつものようにセメントを塗ります。水漏れが心配な場所ほど丁寧に塗りましょう。塗り終わったら、丸一日乾燥のため、放置しておきます。こんな感じに完全に乾いたら、次の工程に進みます。炙るだけでも雰囲気は出ますが、さらに水苔を貼り付けて雰囲気を強調します。水苔を貼り付けたい箇所にグルーをつけて、その上に水苔を貼り付けていきます。
こうなってくるとかなり雰囲気ありますよね。ホースやコードを通して水漏れ対策のためグルーで隙間を塞ぎました。水槽と連結完了です。次はいよいよ注水してフィルターを作動させてみます。なかなか良い雰囲気ですね。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。次の動画も頑張りますので、応援よろしくお願いします。あ、そうそう、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いしますね。